今日クマもそう、あのバスでしようの、バスでバージョンのショールームのクマだから、これこれねちっちゃい。家系ラーメン食べた、今日久しぶりに家系食べた。なんかライス頼めばよかった、家系にしたから普通に家系ラーメンだけ。今日誕生日っぽいことでしたっけ。誕生日っぽいことをケーキ屋さんでケーキ買ってない。でもあホールケーキとかじゃなくてさ、普通の一個のさ、なんていうちっちゃいケーキ、あれ食べただけ。それぐらい、あと何もしてないな、誕生日っぽいこと去年も、去年はお話し会だったからお話し会して、去年も誕生日ヘイバーグ何もしてない気がする。予測立ててない。いやホールケーキも売っててさ、ケーキ屋さんだから美味しそうだったんだけど、でもホールケーキ買ってさ、そんないらないなと思ってそんなに一人でワンホール食べきるの無理だなと思ってやめた。美味しそうだったけどな、フルーツタルト売ってて、それが美味しそうだった。ホールタルト好きだからちょっと迷ったけど、一瞬どうしようかなと思ったけど、普通にちっちゃいのにした。一応タワー来てる、ありがとう。やっと来てた、これか。ニャンホソさん、バースデータワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。メモ帳買ってこなきゃだな、この明日買ってこよう。昨日なくなった山ほどさん、バースデータワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。一回投げてみたかったありがとう、嬉しい、ありがとうございます。自分にタンプレは、でも昨日なんかめっちゃ服頼んだから、それだいぶ先だけど届くの、1月とかそんぐらいだけど来年なんだけどだいぶ先だけど、それか、昨日いっぱい買ったから服今日はね何も買ってない、そういう感じのめっちゃ先なんだけど、そう、でも昨日、まあ、それかなだいぶ後に届くけど誕生日プレゼントね、自分に何が欲しいかな、特にないんだ。何かからそう、なんか予約だからね、予約商品だから先なのよ。ケ
ケーキはね、なんかイチジクのケーキ買ってきて食べた。普通のカットのやつ、あのマンホールじゃなくて。1月のオンライン話し会でみたい。届いてればだけど、でもさ1月中旬だよね、お話し会。ちょっとね、わかんないな、届くか。なんとも言えない。あればいいけど、届いてれば。ちょっとめっちゃ微妙。さっきお話が1月って充電全然ないよ。1月13、14、1月上旬のものもある。じゃあかぼちゃとモンブランの聞き方、めっちゃ美味しそう。かぼちゃとモンブラン、いいね。微妙なとこだよね。12月13、14だもんね、話し会。上旬っていつ届くのかな。しかもさ、お正月だからさ、お正月があるの期間は届かないじゃん絶対。多分届くのかな。上旬っていつ。分かんない、微妙。届いたら切るかも。遠くまでが上旬、じゃあ届くかもだけど、わかんないな。道がお正月の期間ってさ、届くの荷物。着いたら着ようかな。仕事発送遅れがち？あ、配送遅れがち？届けば、わかんない。届いたら着るかも。届いたら、で、開かなかったら何か違うの。違うの着ます。まだ決めてないけど、1月何着るか。だいぶ先だからな。楽しみにしてる。え、私も届くのめっちゃ楽しみ。久しぶりにめっちゃ服買った。なんか服と、なんかなんていうの、小物系のやつも入れて6着ぐらい買った。いっぱい買った。6着じゃないか、なんかヘアアクセサリーみたいなやつも買ったから、服は5着と、なんかそのアクセサリー系のやつが1個。ちょっと違うか。着は数え方が。ミーティアライトさん、バステタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ミーティアライトさん、バースデータワーありがとうございます。
ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。あと、風富人さんもバースデータワーありがとうございます。ありがとう。わからん。トミトさんバステとはありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうありがとう。誕生日おめでとうコメントもありがとうございますありがとう。クリスマスマーケット、クリスマスマーケットね、私行ったことないのよ。去年もめっちゃ行きたくって行こうかなと思ったんだけど、結局行かないまま気づいたらクリスマス過ぎてて、クリスマスなってて行けなかった今年行けるかな行ってみたい。なんか楽しそうじゃない。食べ物、美味しい食べ物いっぱいあるやつだよね、クリスマスマーケットって。行ってみたいんだけどね、行ったことない。イルミネーションはどっちでもいいんだけど、見に行くのクリスマスマーケットに行ってみたいイルミネーションはどっちでもいいけど、洋服って感じの、なんかね、クリスマスマーケットその場所によるけど、食べ物とかあとなんか雑貨売ってたり、クリスマスっぽいやつとかなんかそんな感じ。食べ物だね、食べ物。なんか去年めちゃ見ててホームページ、そのクリスマスマーケットのなんかね、美味しそうなものいっぱいあった。そう、行きたいのよね。気になる。行ったことないんだよ。福岡、あ、福岡のクリスマス、博多、博多駅合ってるかな、博多駅のやつかな、多分通ったことあるちゃんと見たことはないけど、なんか前にめっちゃ前にお仕事でその博多駅行った時になんかやってたあ、ちゃんと言ってはないけど、綺麗だったイルミネーションが。ちゃんと見てないからあれだけど、多いとないんだよね、クリスマスマーケットみたいな。イルミネーションもあったりするけど、クリスマスマーケットない。行ってみたいんだよね、東京のやつクリスマスマーケット。東京だと日比、あ、日比谷聞いたことある。日比谷のクリスマスマーケット、なんか何か所かでやってるよね、忘れたけど。日比谷のやつ知ってるわ。いろんな、神奈川とかも大きい場所やってなかったっけな、赤レンガ、あ、違ったっけ、やってなかったっけ、そういうところでも。私赤レンガ行ったことないんだよね、行ってみたい。
東京ミッドタウン、あ聞いたことあるわあんま分かんないけど聞いたことある。ガレンガやってなかったっけ、どこだっけ、横浜なやってそうだよねそこらへんガレンガ行ったことない。まあ定期的にさそこらへんなんかイベントみたいなのやってない、行ったことないんだけど。ミッドタウンは六本木、それ六本木か分かんないな。うん、行ってみたい、いつかクリスマスマーケット楽しそう。でも寒いかな、外じゃんクリスマスマーケットって。そうそうだけど行ってみたいな。今年暑、あ確かに今年行った方がいいかな、じゃあ暖かいから今年。確かに。江ノ島カップル多かったで、なんか江ノ島ってなんかそういう場所のイメージあるなんかデートスポットみたいななんかそんなイメージ。江ノ島もね行ったことないからあれだけどあんま分かんないけど、あのそういうイメージ。大分のそういうスポット、大分のそういうどこだろうね、なんかあったっけ大分、どこだろう思いつかないな、なんかあるかな、大分でしょ、なんだろうねちょっとわかんないな大分のそういうスポット、あるのか知らない。海たまご、海たまご、ああ確かに行くのかな、あれも知らないよ海たまごもさ、なんかさ東京とかのさ水族館みたいなさ、なんていうの、なんか街の中にあるみたいな、なんていうのそういう感じじゃないからさ、なんていうのかな、海たまごなんかなんか国道がなんかあって、そこのなんか途中にあるみたいな、なんていうの、あの海沿いにさ国道があって、そこの海たまごがある前の通る道路ね、ほんとそれ以外何もないの、横なんかビーチと、あのビーチと海たまごと高崎山しかなくって、そう国道沿いにあるの、何もないのねだからそんなね、車持ってる人だったら車で行けるけど、持ってなかったらバスかな、電車で行くにもって感じの場所なの、近くに駅がなくって確かバスなのよ、近くに駅ないもんだからね、そんな交通の便が良くないんだよね。だからあんまなんかデートスポットみたいなイメージがない。海たまご。なんだろうね。わかんないな、大分のそういうスポット。わかんないよ。あとは？キッシーさん、バースデートはありがとうございます。
ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。よいしょ。キッシーさん、バースデーとありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。誕生日おめでとう。ありがとう。携帯閉ざしちゃった。ありがとうございます。ジュフルはデートスポットジュフルは関東でいうサイゼだから学生が学校終わりに行く場所みたいなイメージはあるけどそうサイゼみたいなもんだね。九州のサイゼ、ジェフル。なんか学生がさ放課後とかにご飯行くってなったらジェフル、そういう感じの場所。学生多いね。その夕方学校終わりの時間帯とかテスト期間っていうの、テスト期間学校早く終わるじゃんテストで。だからそれで学生が多かったりする。おいで、今度おいで行ったら海卵食べてみます。海卵はね確かに卵って名前だけど食べ物じゃないのよ水族館なんですよ海卵水族館テストの時にジュフル行ったけど学生だらけだった。学生だらけ、そう、なんかそういう感じなの。サイズもそんな感じでしょきっと。サイズあのね数回、3回ぐらい、もうちょいあるかな、3、4回 ?4 回あるかな、変わんないか。そんぐらいしか行ったことないからあんま分かんないけど、サイズもそんな感じでしょ。学生がなんか放課後に行くファミレスみたいな、そういう感じじゃないの。サイズもサイズいろんな人いる、東京だからかななんかそんな感じ。その学生が放課後に行ったりとかそういう感じ。ジュフル、あ、フードコート、確かにフードコートフードコートとか確かに学校帰りとかにねフードコート行ったらさ、で学校帰りじゃなくてもさ、なんか学校休み休日とかにさフードコート行ったら絶対誰か知られるもんね。あの田舎あるあるかもだけど絶対にいる。フードコート行ったらなんか近くの学校の人でもなんか顔知ってる人知り合いとまで行かなくても、田舎あるあるかも大体誰かいるって喋りかけていいかどうか迷う感じだし、いやもう知り合いっていうほどでもないし、なんかもう田舎だからかもだけど、なんか
他の高校でもさ、顔は知ってるみたいな人はさいっぱいいるのよ。なんて話したことはないし全然つながりもないんだけど、こう本当友達の友達の友達ぐらいの感じの関係だけど顔は知ってるみたいな人結構いるからそうあなんかどこどこのここの人だみたいなやつはあるそういう人は挨拶もしない、だって喋ったことない、そもそものなんていうの、そういうそこまでの知り合いじゃないからいや顔広いとかじゃないのよ、なんかもうみんなそう、私がとかじゃなくってみんなそんなもん。そう、みんなそのうん、もちろん知らない人もいるけどもちろん知ってる人も、顔は知ってるぐらいの人いっぱいいるから、だから知り合いってことでもないけどみたいな。今日誕生日らしいこと、誕生日らしいことはケーキ屋さんであの普通のちっちゃいサイズのさ、あのホールじゃなくてちっちゃいカットケーキっていうのを買って食べたぐらいそれ以外は誕生日らしいことしてないですね。とか出かけたりとかない。あ、でもラーメンは食べたラーメンそんな感じだから割と普通の一日過ごしたいちごじゃない、いちじくのケーキ、いちごのタルトが食べたかったんだけど、いちごさ多分今時期じゃないからさなくて、いちじくのケーキにした。あ、フルーツのやつがよくて、それは誕生日らしい、ラーメンは誕生日らしい言ってないよ別にケーキぐらいって言った。そうだからラーメンとか食べたから割と普通の一日過ごしたってことでって言ったんだよだから誕生日らしいことはケーキ食べたぐらいしかないなって。しかもワンホールじゃなくってあの普通のちっちゃいサイズのチーズのタルトじゃない、なんか普通のケーキ。スイパラね、いつか行ってみたい、行ったことない。スイパラだってさスイーツ系ケーキとか以外もさあるんでしょ、パスタとか。行ってみたい一回。カレーとかもあんだ、そう、いろいろある。行ってみたいね、いつか、スイパラ。大分もあったんだけど、多分今ない閉店した気がする。服買ったことが誕生日、服は買ったのはね、昨日なのよ、今日じゃないんだよね。今日が誕生日だから昨日それはひなこと言ったんだけど、昨日なんです。だから今日そんな出かけてない、ラーメン食べたぐらいパスタ食べるとスイーツ入らないし、スイーツ食べるとパスタ入らなかったどっちかしかいけない
なんか甘いのとしょっぱいのなんかだったらいっぱい食べれるっていうじゃん、交互に行けば。そういうもんじゃないんだ。ひなこにプレゼント、え、ひなこ今日会ってないからね、会ってない。ね、交互に行けばさ、なんか甘いのとしょっぱいのでなんかいっぱい食べれるって言うじゃん。言うじゃん。もうやったことないか分かんないけど、そんな限界までやったことないから。分かんない、言うじゃん、そうやって言うじゃん。美味しくなそう。違う、一口ずつじゃ、ずつじゃない、さすがに一口。味嫌だよ、一口ずつさ、ケーキ一口食べて次なんかパスタ一口嫌だよそれは。違う違う、一回甘いもの食べてもいいなってなったら次しょっぱいもの食べて、でいいなってなったら甘いものみたいな、そういうことでしょ、交互って。一口ずつそれはちょっと嫌かもしれない。ちょっとね、行ってみたいな、スイパラ。高校生の頃はケーキホールでも完食できそうな気がしてた。すごケーキね、ホールケーキ。ちっちゃいの、一番ちっちゃいのってどのぐらいなんだろう、サイズ。でもさ、売ってたりするよね、ケーキ屋さんでさ、1人から2人用のさ、ちっちゃいサイズのホールケーキ売ってない？あれだったらめっちゃ甘いもの食べたい時だったらいけるかも。あれだったら何号なんだろう、あれって分かんないけど売ってるじゃん、3号かな、なんか売ってるよね、1人から2人用みたいなやつ。それだったらいけるかな。それ以上はちょっと、ちょっとあの2日2、3日かけて2日でも食べれるのかな、1日中ケーキ食べるとかになっちゃいそう。嫌になりそうだな、ケーキ。3号サイズ直径9センチ、9ってどんぐらいだろう、9、あ、9そんなないか、9ならいけそうじゃない、ケーキ日持ちしないね。日持ちしない、あんま持たない、もう次の日とかには全部食べきらないとやばい。買って本当は当日に食べた方がいいけど。サンゴ、サンゴサイズいいかもね、9センチか。でもなんかショートケーキのは無理。生クリームたっぷりみたいな、なんかガトーショコラとかクリーム系じゃないやつ、ガトーショコラとかタルトの3号サイズ、タルトの3号サイズってないか、タルト型ってねあんまないよね、ちっちゃいの。タルトも好きなんだけど、で普通のスポンジケーキよりタルトの方が好き。タルト美味しくない、食べづらいけどさ、タルトってフォークで食べるとき硬いから生地が。全然刺さなくって食べづらいけど、タルト好きなんだよね。めっちゃ王道のやつが好き、タルトでカスタード乗ってていちごのやつ。でもね、そうね、タルト、フルーツタルトが好きかな、いちごじゃなくっても他のフルーツでもいいけど、でカスタードじゃなくてもいいけど、そのフルーツタルトが好き、フルーツ系。それ以外何がいい、チーズ、チーズとかチーズタルト、チーズタルトも好きだけど、でもチーズタルトって結構ね途中で味が飽きちゃう。フルーツの方が飽きない。何があるかなとか、タルト
フルーツタルトかな。シトレーゼのシャインマスカットのタルト絶対美味しいじゃんそんな。いいね、いちごがたくさん入ってるタルトは最高だね。タルトが好き、タルト生地が好き、あのサクサクしてる感じが好き。今日はタルトじゃないの食べたんだけど。あ、メロンね、メロンもいいね。私何がいいかな、入ってるのでもいちご、なんかフルーツ1個だけ1種類だけのタルトだったらいちごがいいけど、なんかいろんなの乗せるんだったらキウイとか乗っててほしい。あとオレンジ、みかん乗せないかも、タルト。オレンジ、オレンジよりみかんのが好きだけど。でもオレンジかタルトに乗せるんだったらとかかな、乗ってたら嬉しいの。キルフェボンもね行ったことないの。ちょっと高級タルト屋さん、ちょっとお高めのタルト屋さん、タルト屋さん、ケーキ屋さん。タルトが、タルトだけだっけあそこって。キルヘボン調べてみよう。キルヘボンね一回行ってみたいんだよね。行ったことないんだけど、一回も食べたことないキルヘボン。気になる。なんかタルト食べたいな、今日食べてないからさ。なんかタルトがホールケーキしかなくって食べれなかった。とキルフェボン、あった、あ、なんか違うのしちゃった。ああ、キルフェボン、こんなにタルトケーキのお店、タルトだけ、ここメニュー、あ、なんかいっぱい店が、どこがいいかな。1個目のとドームシティ、うわっめっちゃ美味しそう。モンブランのタルトもいいし、いちごとピスタチオカスタードの、これ絶対いいじゃん、ピスタチオも好き。これいいね、いちごとピスタチオカスタード、ピスタチオカスタード、ピスタチオカスタード珍しいね。なんか洋梨のタルトとかも好き、美味しくない。これなんだ、ルレクチェのタルト、洋梨だこれ、かわいい、なんか乗ってる上にピンクのやつ。青森県産ジェネラルレクラークジェネラルレクラークのタルト、これも梨、なんかいっぱいあるんだ。さつまいもと小豆クリームのタルト、小豆クリーム、すごっ。ブドウとレアチーズのタルト、蜂蜜の香り、いいね、蜂蜜の香り、めっちゃあるじゃん。美味しそう、タルトが食べたい。栗とメープルのタルト、チョコレートとバナナのタルト、柿とチョコレートのタルト、柿のタルト食べたことないな。ね、いろいろあるよね。カボスのタルトはね、ここにはない。このタルトもリンゴとイチゴ、チョコレート風味、ホワイトチョコレートかな、これかかってる、いいな。リンゴはねタルトないな、アップルパイしかない。リンゴのシブースト、何これシブーストって、知ってる、何シブーストって。めっちゃ美味しそう、ちょっとよくわかんないわ。シブスト
ったわ。じゃあでも見てなかった。あ、お城タワーだ。フロマンさん、お城タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。顔見気づかなかった、そのコメント、ごめん。さん、お城タワーありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう、ありがとうございます。ね、もう誕生日終わっちゃうのよ。誕生日終わるのになんかケーキ見てる。美味しそう。え、か、かき、かき、か、かきじゃない、かきか、かきは海鮮、かいね、かきの、ん、かき、かき、インターネットが分かんなくなる。柿ね、柿、柿のタルト3つぐらいある。見てみたいな、キルフォー。赤いフルーツのタルト、かわいい見た目が。クリームチーズのタルト、いちごの、いちごだけのタルトもある。季節のフルーツタルト、ブルーベリーのタルト。でもこのピスタチオが一番気になる。行きたいなキルヘボン。ちょっと誰か来てくれるかな、一緒に。ひなこかみそおちゃんかひなの。来てくれるかな、キルヘボン。来た、画面眩しい、来そう、眩しい。明るいのかな、明るさ、めっちゃ眩しい画面。画面の明るさって変えれないっけ、画面の明るさ。夜間モードっていうのしかないよ。ん、眩しいんだけど画面。持ち帰んない人いる。あー、確かに持ち帰りもありだな。じゃあいつか、いつかキルヘボンのホール。めっちゃ贅沢じゃない、めっちゃ贅沢。ちょっと待ってね、明るさ眩しすぎてびっくりした。帰れないのかな、帰れないか、帰れない。右下にあるボタン押して調整、これでしょ、なんかこれでしょって言っても分かんないか。夜間モードっていうのしかないんだけど、どれ？それ？めっちゃ眩しい。あ、あった。あ、違うわ、これじゃない。これ違う。これ何、強さって。これじゃない、これ夜間モードの調節だ。もう分かんないや、いいや。いや、ランキングも55分だから。13位からランキング読ます。13位、シャバーニさんありがとうございます。と12位、ユージアットマーク、愛してるのは山田許可だけだよさんありがとうございます。11位、まさひろさんありがとうございます。10位、香港の春マットマーク、お誕生日おめでとうさんありがとうございます。9位、清夏さんありがとうございます。8位、かざとマーク、21歳おめでとうさんありがとうございます。と7位、ラボーナさんありがとうございます。6位、グランザットマーク、キョカタムズさんありがとうございます。
5位風とみとさんありがとうございます。4位にゃんほささんありがとうございます。3位ミーティアライミーティアライトさんありがとうございます。2位キッシーさんありがとうございます。そして1位がフロマンさんありがとうございます。ありがとうありがとうございました。ありがとうありがとうございましたありがとう。もう誕生日が終わる、そろそろあと4分、そろそろ終わっちゃう。早いなあと今あと1日、明日の配信も今日と一緒ぐらいだろうかな。いつも通りぐらいで、いつもと一緒ぐらいでやります。ミシェイさん最初の食事、そうね、ラーメンだったね。それなんてちゃんとした食事ね、食べた。21歳やって初めて食べたのはあのプリンとカフェオレだけどミラモールありがとうあドグランザトーク許可タワーさん、ミラモールタワーありがとうございます。ありがとうこれ最後まで光るパターンのやつじゃん。ありがとうございますグランザさん。かける急ぐ。11月3日、グランザミラーボールタワー。で、グランツさんミラーボールタワーありがとうございます。ありがとうありがとう、最後にありがとうございます。ありがとうねありがとうございます久しぶりに光って終わる。狙ってました、ありがとうありがとう、ミラホルナイスね、ありがとうございます。本当にたくさんお祝いしてくれてありがとうございました、昨日の配信からありがとう。 X のコメントも全部見た、ありがとうございます。メンションのやつもありがとうございました嬉しかったです、そう、AKB でのラストの誕生日か、今日で終わり今日で終わりってか今日だけだけど何日もないけど終わっちゃう、もう数秒で50、1分もないわちゃう誕生日が。今日配信切れるよ、切れる、切れなかったら自分で切りますしたら、じゃああとありがとうございました、たくさん祝っていただいてありがとう、誕生日おめでとうコメントもありがとうございます、ありがとう切るかな、そうそう、じゃあありがとうございました、また明日の配信で、おやすみなさい、またね、ありがとう。ありがとうございました。おやすみ。またね。